里崎チャンネル。ちょ。こんにちは。さあ今日はですね。はい。前回、はい、勝手にもうこいつはドラフトした方がいいっていうポジティブ動画出したじゃないですか。トレードした方がいいですか。あ、トレード。はい。うん、何て言いましたっけ今。今ドラフトって言いました。里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。前回ですね。はい。あのもうこの選手はトレードしてあげた方がいいっていう選手を出したじゃないですか、はい、まあ、おかげさまでね、はい、まあ、あの賛否がある、うん、あのネットニュースにしてもらえる、はい、まあ、いろんな大きくざわわざわわざわわの動画になったみたいですけど、はい、今回ね、はい、また新たになんか世の中の人が、はい、多分野球を欲してると思うんですよ、話題に。あとやっぱり SNS 上も結構静かなんで、だって最近話題がないですもん。だからね、はい、話題提供します。おお、え、じゃああれですか、そのトレードをした方がいい選手並みですか。そうですね。おお、前はですね、はい、もうこの選手使わないんだったら出してあげたら、かわいそうじゃん、はい、もっと頑張れると思うよっていう選手で出す選手考えましたけど、はいはい、今回はですね、うん、取ってくる選手です。おお、逆いきましたこの選手取ってこようっていう。はあ、え、ってことは結構欲しい選手を言うってことですよね。そう、だから今のチームの、うん、僕なりに考えたチームの欠点を、はい、この選手を取って補っていけば、はい、大きくチームの総力を上げれるんちゃうか、うん、A クラス入れるんちゃうか、うん、優勝争いできるんちゃうかっていうのを独自で考えて、うん、でも絶対その選手その球団出さなくないですか。多分出さないと思うんですよそうですよね、出さないと思うんですけど、はい、こういう選手取れたら、はい、でかいよね、面白いよねっていうのを、はい、だから妄想っすよね。あ、なるほど。楽しんでもらいたい。で、皆さんも、はい、僕が言う選手じゃなくても、はい、あ、この選手取ってきたいとかね。うん、だからもし、じゃロッテファンの人だったら、ロッテファンの人が、はい、この球団から、この選手取ってきたいっていうのがあったら盛り上がっていいじゃないですか。はい、で、ね、多くの人がね、もっとトレード頻繁に行わればいいのにって思ってる人いると思うんですけど、はい、こういうぐらいで頻繁に行われると面白いよねっていうのの提案でもあるし。まあそうですね、同じぐらいのレベルで交換したらさらにね、そうそうそう、こういく可能性もありますしね。だから今回の、はい、やっぱりルール決めないといけないんで、はい、そういきなりね、うん、巨人の菅野トレードしようよとか、いや、あの、ね、オリックスの山本とか山岡とか吉田トレードしようよって言ったら、もう、それも、そんなもう話になってるじゃないですか。はい、だから今日の僕が考えたルールは、うん、スターティングラインナップに並ぶガチのレギュラー、うん、もうずっとレギュラー、はい、もうずっと試合出ますよ、はい、ピッチャー右左関係なくずっと出ますよ、うん、ガチのレギュラーは候補外、はい、やっぱそういう選手ね、ソフトバンクのマッチとかって言っても話にならないじゃないですか。出さないですもん。ヤクルトの山田とかって言ってても話にならないです、はい、だからそういう選手たちは、うん、もうガチのレギュラーはなし、はい、で先発ローテーションも4枚目とかまでにはガチで入る、はい、で中継ぎの7、8、9、はい、もう守護神からリリーバーの方程式、勝利の方程式入ってる選手もなし、はい、はい、そうじゃないと、はい、いきなりね、DeNA 山崎康明って言ってもそれは無理じゃないですか、はい、そういう選手は除外して、うん、だからもう試合にもバンバン出てるけど、はい、レギュラーじゃない。なるほど。ピッチャーでもバンバン投げてるけど、うん、ローテーションの4枚守り通さないといけない、うん、とか後ろでバリバリの勝利の方程式いない人たちは全員候補です、はい、おー、なるほど。だから1チーム50人ぐらい候補じゃないですか、下手したら。ガチの主力、球団の顔になるようなガチな主力以外は候補ってことですね、うん、もうほぼ入ってる、はい、もうだからね、うん、これからどんどん言いますけど、はい、12球団ね、はい、そんな選手出さないよっていう選手です、はい、いや、そうですよ、なんか出したくないってその球団の人は思うんでしょうね、はい、でも出す人のチームの思いは完全無視です、うんうん、はい、わかりました。取る人たちが、はい、これ取れたらでかいよねっていう、取るチームだけのメリット、うん、だからこのトレードは、はい、全部金銭です、はい、金銭トレードで、はい、はい、もうルールは、はい、だからもう誰と誰を変えるとかですじゃない、全部金銭、金銭で取っていきたいなぐらい、そう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 、はい、っていうので考えました。ほうほう、面白いな、はい、12球団いきます、はい、じゃあどっからいきますか。そうですね、はい、やっぱり、はい、ロッテから、はい、フルスからいきますか、はい、じゃあ、はい、どっから取ってくる。あともう一つルールがあって、はい、背のチームはパリーグ、あー、パのチームはセリーグ、はい、だからパパとかセセはないです。セパでトレードっていうのを金銭でもらってくるっていうイメージで、はい、だから
ロッテがパリーグのチームからトレードは考えてないです、はい、セリーグのチームからっていう、ルール、ね、いうルールでやります。わ、はい、かりました、はい、じゃあロッテはセリーグのどこからか選手を取ってくると、はい、で、はい、1チーム1人です、はい、出すの出すの1人だからソフトバンクいい選手いるから2人も3人もじゃないです、はい、必ず1球団から1球団だから12球団から1人ずつがシャッフルされます。はい、わかりました。だからもう1回選ばれたチームはもう2人目は出ないですね。はい、じゃあ、はい、じゃあロッテからはい発表しましょう。この人をトレードで取ります。阪神岩貞投手。ああ、ピッチャーを補充しようと。そうですね、やっぱり僕の考えた中でやっぱりロッテは先発投手陣の層がやっぱり薄いと思うんですよね。いや、いい選手いますよ、二木とか、はい、種市とか、まあ、石川、美馬とか、はい、まあ、小島とか、うん、ね、あのいいピッチャーいますけど、はい、ここにね、二桁勝利投手一人もいないんですよ。やっぱそう考えた時に、はい、いい選手はいるけど絶対的かって言われるとそこに安心感はない、はい、ってなった時にやっぱ先発投手陣の厚みをもうちょっと増したい、はい、野手は何気にちょっと、まあ、取っていきたいんですけど、うん、どっちかなって考えるときはやっぱ先発かなっていうね。はー、で中継ぎも増田とか、はい、田中、うん、で松永、うん、ジャクソン、はい、ハーマンとか外国人も取ってきてるんで、うん、はい、まあ、強いてやっぱ取っていきたいのはやっぱ先発、まあ、左が欲しいなっていう、はい、まあ、確かに、まあ、美馬投手2桁してますし、これからも、ね、するんじゃないかなって期待はあるんですけど、それで左でそうなってきたら、うん、右左、まあ、美馬が絶対受賞するかどうかは分かんないけどね。いや、この間まだ1回しかしてないんで。そうですね、はい、いや、もっと期待は期待はあるんですよね。すごいしてるんで、はい、でもやっぱここね、うん、阪神からね、岩佐だと思います。あ、分かりますよ、タイガースファンの皆さん、岩佐は出さない、100も承知です、うん、はい、まあ、でも来たら大きいですよね。あ、まあ、昨年がですね、あの、まあ、開幕2戦目に先発投手で、まあ、勝ち星上げるんですけど、まあ、インフルエンザとか怪我とかで、はい、まあ、2軍調整が続いて、あ、登板8試合ですね。そうなんですよ。で、まあ、ね、シーズンの終盤上がってきて勝ったんですけど、まあ、1年間の先発ローテーションを守れなかったっていうところで、まあ、このルールにのっとって、はい、だから去年は2勝4敗、はい、防御率が 4.02、うん、もう10勝してるのが今のところ2016年の1回。そうなんですよ、はい、だから、まあ、取れる選手の中にこのルールの中だって入ってきますね、はい、10勝、5勝、7勝で去年が2勝っていう形、はい、でも、まあ、まだ年齢も、あ、今年29です、はい、若いんで、はい、うん、全然ここから、まあ、伸びしろはありますね、いけると思うんですよ、うん、だここでやっぱり先発投手陣の厚みを増したいっていうところで、はい、ガチガチの先発ローテーションじゃない人の中でってなると、はい、もう左ピッチャーで弱さがいいんじゃないのかなっていう、まあ、ちょうどいいかもしれないですね、はい、で入ってきたらね、うんうん、でこれで A クラス入りとか、はい、その上にチーム力を上げられるんじゃないのかっていうところで、はい、岩佐田投手とった方がいい。阪神の気持ちは考えないってことですね。一切考えないそこは無視なんですねあの出す方の考えは一切無視です、はい、ああ、なるほど。そんなこと言ってたら、はい、これ進まないんですよそうですね、はい、欲しいなっていう選手ですもんね。そうだ、これ取ったら、これ取ったらいいんじゃないのっていうね、はい、うん、だまあ厚み出すんじゃないのっていう、はい、取る方の気持ちだけを考えた、はい、里崎アンコンサルティングトレードです。わかりましたあ、でもちょうどいい、確かに、うん、ここは面白いなと思うんですよね、はい、岩佐投手ロッテにね、うん、であの鳥谷も入ってきましたし、はい、ね、うん、同じ縦島だしね、はい、ピッチャーのね層が厚くなれば、うん、はい、 いや、いいんじゃないのかなっていう、あ、確かに、はい、じゃ次はですね、はい、じゃあセリーグ行きましょうか、はい、ヤクルトですね。はい、ヤクルトはやっぱりピッチャー取ってくるんじゃないかなまあヤクルトはですね、まあ、ヤクルトのチームで考えると、はい、やっぱり今の現状を戦力アップしなきゃいけないのはもう絶対的に投手陣ですよ ね、 そうですね、野手っていう、はい、まあ、バレンティン抜けましたけど、はい、まあ、絶対的に投手陣の底上げがいる、うん、で中継ぎと先発どっちかって言ったらやっぱ先発、はい、先発取ります。はい、先発パリーグのチームからですね。お、どこから来るんだ先発で、まあ、ローテーションには入るけどガチのレギュラーじゃない選手ですね。そうそうそうです、はい、楽天から。おお、誰誰、しごみ投手。おヤクルトっす。ちょっとまだ出せないですね。何回も言ってますけど、はい、取る方の気持ち考えてないですからえ、出せないんですか。出せないですね。だって去年も9試合しか投げてないですよ。いや、まあそうですよ。だからちょっとヘルニア持ちなんですよね、はんはん、確かね、はい、
でも、まあ、左のピッチャーで今年すっごい期待されてたわけですよ、はあ、もうダメです、出さない。いや、だから出さないとかじゃないですそういうの言っちゃうともうこの企画はあ、まあ、通らないですよ。いや、そうです、ね、でもすごくいいピッチャーです本当に、はい、でしかもですね、はい、島、はい、ヤクルトに行ってるじゃないですか。あ、そうですね。だからそこで塩見と島でバッテリー組ませれば、はい、あの島の使うポジションもできるし、はい、塩見も分かってる人と組んだ方がいいじゃないですか、はい、うんうん、であのヤクルトで、はい、もう先発ローテーションの3番目か4番目ぐらいで、はい、もう石川小川に次いでかその次ぐらいで回して、うん、なんか今年も確 か, なんかいあの楽天の石井さんが今年多分先発ローテーションに、まあ、4枚目か5枚目ぐらいに、うん、塩見投手はまあ入るであろうみたいなことを、うん、まあ、まあちょっと聞いて あろうでしょ、そのあの予測的なのがいらないですよ。もうヤクルトに行ったらガチで入るんですよ。そうですね、だからヤクルト行ったらガチでガーンって入るわけですね。そうそう、で島もいるし、はい、まあ、島もね骨折してましたけど、まあ、開幕しないってことで多分治ってくると思うんですよね、はい、だそこでうまくやっていけばひょっとしたらガッチしたらね、いや、いいかもしれない。いや、でも地方だから塩見もちなみにここまで10勝したことは1回もないんですよ。ないんです、はい、はい、でも結構ね、はい、だまだガチで言えば則本、岸、今の涌井投手も入ってきて、湯気とか、はい、石橋とかで、まあね、松井ゆき投手がってなってきたら、はい、左の中で言うと、うん、まあ、松井ゆげ次でしょ、あと松井ゆき投手がいてね、そうなんですってなったら、まあ、そのルールから は、うん、は外れるじゃないですか僕も、はい、外れます。いくしおみヤクルト、まあでもそうしたらヤクルトでガーンいきますもんね。あ、だからヤクルト的には僕はいいんちゃうかっていう、いや、いいですね、はい、ヤクルトにとっては相当いいですね。ちょっと塩見が2人になっちゃいますけどね。そうなんです、そうなんです、はい、そうなんです。 Y 塩見とか、はい、T 塩見とか、そうですね、ちょっと下の名前分かんないんでごめんなさいね。高弘と、適当に高弘と確か、え、 T と Y だ、ほんと、はい、うん、高弘と安高適当に言ってるな、確かすごいとかってやって、はい、チームの底上げできて、それこそね、はい、ジャンプアップできる、ヤクルトもね、ジャンプアップできるんちゃうかっていう、うん、ロッテは岩佐だ、はい、ヤクルトは塩見を取ってくるっていう、いいですね、はい、これもこういう風に、うん、あの、ね、今花丸さんが塩見出せないっていうね、それはもうファンの皆さん承知なんですよ、はい、あのでも残念ながら、はい、この、 あの企画は、はい、取ってくる方のチームのことだけを考えた企画になりますね、はい、このぐらいの選手取れたらいいよねっていう、そうそう、チームも変わるよねっていう、うん、だからあのまだ何やってみなきゃ分かんない選手っていうよりもすぐ使える即戦力トレードなんで、はい、そういうのを、はい、また10球団ありますから、はい、次が楽しみです。そうですね、はい、あなたのチームから誰が出るのか、はい、そしてあなたのチームに誰が加わるのか、はい、お楽しみに。